皆さんこんにちは。三井住友 DS アセットマネジメントのマーケットのご意見番の時間です。今週は私、投資情報グループの宅森がお届けします。今回のテーマは今話題の鬼滅の刃などから見る景気動向です。それではまず、コロナ禍でのステイホーム中というタイミングで幅広い層の人々の心を捉えた鬼滅の刃についてお話しいたします。鬼滅の刃が大ブームとなっています。週刊少年ジャンプに今年5月まで連載されていた作品で、時代は大正時代の設定。鬼に家族を殺された少年釜本炭治郎が、鬼にされた妹を人間に戻すべく鍛錬し、鬼殺隊として仲間と共に鬼と戦うストーリーです。兄弟の絆、優しさ、勇気などが随所に盛り込まれ、登場人物の背景もしっかりと描かれています。死闘の末に倒した鬼の服を踏みつけ、醜い化け物として蔑む仲間に向かって、醜い化け物なんかじゃない、鬼は虚しい生き物だ、悲しい生き物だという主人公のセリフなどは読者の心を捉えたと言えるでしょう。ブームの中でも5月に桜が散るように潔く終了した感があります。昨年放送されたテレビアニメの第一部が人気を集め、主題歌のグレンゲもヒットしました。この中でステイホーム中に子どもたちが読んでいた鬼滅の刃を大人も読んだ家庭も多かったと思われます。コミックは22巻まで現在出ていますが、20巻程度だと最初から読むのに適当な長さだったということも幅広いファンを作った一因だと思われます。次に映画鬼滅の刃無限列車編の大ヒットとコラボ商品や関連商品のヒットで消費の持ち直しに寄与についてお話しします。鬼滅の刃を原作としたアニメの第一部の続編にあたる映画鬼滅の刃無限列車編が10月16日に劇場公開されました。公開から3日間で過去最高の46億円の興行収入を上げ、日本の人口の約 3% にあたる342万人の観客動員となりました。25日までの10日間の興行収入は107億円になりました。公開10日間での100億円突破は史上最速です。これまでの最速記録は千と千尋の神隠し、25日間でした。新型コロナウイルスの影響で第三次産業活動指数の映画館の前年同月比は5月にマイナス 98.7% まで落ち込み、最新データの8月分でもマイナス 65.2% の大幅減少です。しかし鬼滅の刃で映画館は息を吹き返しました。10月分のデータ発表が待たれるところです。新型コロナウイルスの感染防止対策に気を配り、観客の不安解消にあたった劇場関係者の努力も大きいと思われます。映画のヒットは原作コミックにも跳ね返り、11月2日付のオリコン週間コミックランキングでは鬼滅の刃の期間全22巻が史上初の1位から22位独占を達成する快挙を成し遂げました。また関連の子ども向け玩具ゲームだけではなく、コラボ商品が食品、飲食店、コンビニ、公共交通機関、郵便会社などさまざまな業界から相次いで販売されています。売上が好調のようで、新型コロナウイルスの感染拡大で低迷する消費の押し上げに寄与しています。コラボ商品だけではなく、主人公が着ている羽織と同じ市松模様の反物などの関連商品が売れているという話もあります。最後に、景気動向指数による景気の基調判断は12月分までには情報への局面変化にをお話しします。ここで経済指標について触れてみましょう。景気動向指数の一致系列の代表的な採用系列である鉱工業生産指数9月分速報値前月比はプラス 4.0% と4ヶ月連続の上昇になりました。新型コロナウイルス感染症の影響で停滞した生産活動が6月以降回復基調で推移してきたことが分かります。9月分は輸出の伸びが大きかった
自動車工業の上昇が大きく寄与しました。製造工業生産予測指数を見ると10月分も11月分も増加が見込まれています。ただし足元では欧州等で感染再拡大が生じており、欧州向け輸出動向とそれによる生産動向への影響などには注視していかなければなりません。景気動向指数 1CI を使った景気の基調判断は8月分で悪化から13ヶ月ぶりの下げ止まりに上方修正されました。事後的に判定される景気の谷がそれ以前の数ヶ月にあった可能性が高いことを示す上方への局面変化に下げ止まりから上方修正されるには7ヶ月後方移動平均の動きが大切です。7ヶ月後方移動平均の前月差は11月分でプラスに転じ、12月分でもかなりのプラスになると思われます。12月分で 1CI の前月差がプラスならば情報への局面変化に上方修正される可能性が大きいと思われます。18年10月を山として後退局面だった景気は拡張局面に戻ったことが確認されることが期待されます。マーケットのご意見番、今週は以上です。また次回お会いしましょう。